は70ページの隠れお代官様についてお話しします。ここでは自分の中の隠された傲慢さのことを言っていますよね。見るからに傲慢な人ってあんまりいないと思うんです。でも本当は心の中で傲慢という人は結構いますよね。若い人でもかなり傲慢な人はいますね。ということで、自分の傲慢さというものはなかなか気がつかずに、これを正しいと思っているから逆に周りが悪者になっていますね。この傲慢さがあるとどうなるでしょうか。結局あなたが自分を変えたいっていう時に、この傲慢さが邪魔をして、例えばカウンセラーのところに行って問題の原因を聞きたいと思っても、カウンセラーに言われたことを信じられないということで受け入れられないわけですね。でもあなたは専門家ではないんです。専門家ではないのに専門家の言葉を否定するということは本当はできませんよね。これはカウンセリングに限りません。例えば政治のことだとか会社のことだとか、あなたが専門家でないならばその言葉を否定する理由はどこにもないんです。ですからそれは感情的にこれを否定したいっていうことがあるならば、それはそれで構いませんが、でもあの人が間違っているっていうふうに考えるのは違いますよね。ですからこういう隠された傲慢さというものによく気づきましょう。これを持っているとあなたはなかなか自分を良くすることができません。能力を高めることもできないんです。でも傲慢さは決して悪いというものではないんですね。傲慢さがあるからこそ人は伸びていくっていうこともあります。それは人よりも自分は偉いということをせっせと目指すからですね。でもその過程では傲慢さがあると人の言葉を受け入れないので学べないということになりますね。ですからうまく傲慢さを使ってください。傲慢と怠慢が組み合わさると一番悪い組み合わせです。怠慢で何も勉強しないのに自分は偉いと思うと専門家の言っていることを受け入れませんよね。これは一番まずいやり方です。ですから傲慢だからこそ自分は一番偉いんだと信じて、だからこそ素晴らしいものを手に入れる、受け入れる、専門家から学ぶということをしていってくださいね。決して隠れお代官様にはならないようにしてください。ではまた次回。